なんか警報器が鳴ってるような音がするな。ちょっと下の様子見てくる。おい、みんな早くすぐに外に逃げるんだ。台所から煙が出ている。俺は消火器で火を消しに行くから、お前は119番通報してくれ。台所から煙が出ています。すぐに来てください。住宅用火災警報器のおかげで火事をいち早く知ることができましたね。深夜にもかかわらずすぐに避難もできたようですし、初期消火もしっかりできていました。何よりも怪我人がなかったことが本当に良かったと思います。火の元にはくれぐれも気をつけてくださいね。このように住宅用火災警報器は火事を未然に防ぐための大切な器具です。もし設置されていなければ大変大きな被害になっていたかもしれません。住宅火災によって亡くなる方が近年増えています。この住宅火災による死者をなくすため消防法が一部改正され、名古屋市では平成20年6月1日から全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が必要となりました。警報器のおかげで火事を未然、もしくは被害を最小限にとどめたという例は数多く報告されていて、その効果は実証済みです。まだ住宅用火災警報器を設置していない場合は、一日も早く設置していただくようお願いいたします。住宅用火災警報器とは、火災により発生する煙を自動的に感知し、警報ブザーや音声で避難を促す器具です。住宅内での設置場所は、まず普段寝ている寝室。2階建て以上の住宅の場合、寝室のある階の階段、そして台所です。住宅用火災警報器はホームセンターや家電販売店などで販売されています。購入時のチェックポイントとしては、まず日本消防検定協会の検査に合格した NS マークが貼られていることです。また警報器には煙で反応する煙式と熱に反応する熱式の2種類があります。こちら煙式の警報器の場合、煙の段階で警報音が鳴るので火事になる前に対応することができます。一方熱式の場合、炎が上がり警報器付近の温度が上がらないと警報音が鳴らない可能性があるのです。では実際煙式と熱式でどのくらい違うのか、実験をご覧ください。天ぷら油が入った鍋に火をつけ加熱します。その真上の天井部分に煙式と熱式を並べて取り付けました。天ぷら油の温度が220度を超えた頃から、鍋から白い煙が出てきます。徐々に煙が増え、およそ2分後鍋の煙を感知した煙式の警報器が鳴り出しました。そしてその2分後油の温度が360度から370度に達すると、突然天ぷら油の入った鍋が発火、天ぷら油自体が燃え出します。熱式の警報器が鳴ったのは鍋から炎が出てからおよそ1分後でした。このように煙式と熱式では明らかに火災を知らせる時期が違いますので、火災の発生をいち早く知らせてくれる煙式の警報器の設置をお願いいたします。今製造販売されている住宅用火災警報器にはいろいろな種類タイプがあります。そしてその多くが比較的取り付けの簡単な電池式の警報器です。
電池式には1年から2年で電池交換の必要な乾電池式と、電池寿命がおよそ10年と長いリチウム式があります。警報音にもピッピッピという警報音のみのタイプ。火事です、火事ですと音声で知らせるタイプがあります。ガス漏れ警報器付き複合型ではガス漏れの警告、ガスが漏れていませんか、空気が汚れて危険です、窓を開けて換気してください、CO 一酸化炭素発生の警告、火災の時とそれぞれ違った音声で異常を知らせます。また耳の不自由な方のためには聴覚障害者用の補助的な警報装置があります。これは火災の発生を90デシベル以上という大音量で警告するだけでなく、ストロボライトによる光での警告や腕時計による振動と文字、寝ている時は枕の下に敷いた器具が振動することで警報を知らせます。そして住宅用火災警報器がいざという時にきちんと働くよう、日頃からの点検、少なくとも1年に1回程度は点検をするようにしてください。点検方法は本体から下がっている紐を引くか、ボタンを押した時警報音もしくは音声が鳴れば異常はありません。乾電池式は電池寿命が近づくと音や光で交換時期を知らせます。この場合速やかに新しい電池と交換してください。住宅用火災警報器はおおむね10年で機器ごとの交換が必要です。本体には有効期限か自動試験機能付きの文字のいずれかが表示されています。有効期限が表示されているものは記載されている時期までに交換が必要になります。自動試験機能付きのものは自動的に本体の機能を試験し、機能などの異常をブザーや音声などで知らせますので、その場合交換が必要となります。火事じゃないみたいよ。あ、換気扇をつけてなかったからお魚の煙で警報器が鳴ったんだわ。台所からの煙や湯気などで警報音が鳴った場合、火事でないことを確認した後、本体から下がっている紐を引くかボタンを押すことで警報音は停止します。ただし警報音を停止するスイッチを設けていないタイプでは、センサー部分に入った煙などを取り除くか中の電池を一旦取り外さないと警報音は停止しません。住宅内のダニやゴキブリなどを駆除するために使用する燻煙剤は、その煙で警報器が作動します。
燻煙剤を使う前にあらかじめ警報器本体を取り外すか、取り付けたままの場合ならビニール袋で覆うなどしてください。また燻煙剤はその使用中火事と見間違えられ119番通報が寄せられることがあります。玄関などの見やすい場所に張り紙を行うなど、ご近所への心配りを忘れないようにお願いいたします。はじめにもお話ししましたが、名古屋市では全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が必要となりました。しかしここでご注意ください。皆さんのご自宅まで来て警報器を強引に販売したり、点検が必要などといういわゆる悪質な訪問販売です。消防署の職員が皆さんのご自宅に訪問し警報器を販売することはありません。十分ご注意ください。住宅用火災警報器に関するお問い合わせについては、名古屋市消防局予防部予防課、または市内各消防署までお願いいたします。電話、ファックスのほか E メールでも受け付けています。またインターネットの名古屋市のホームページに住宅用火災警報器について詳しく掲載されています。どうぞこちらもご覧ください。